ニューをご覧の皆さん、こんにちは、中村一郎です。アメリカでトランプさん、大統領選挙に向けて、本当に人気が高まってます。そこで、なんか、プーチン政権がどう関わってきているのかというところが、ちょっと気になります。トランプさん、勢いがちょっとすごすぎません 選挙11月ですよ。なのになんかトランプさんど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 んアメリカ国内で人気がどん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 高まっている。んもしかしたらプーチンとトランプさん裏でつながってるんじゃないかっていうようなまあ憶測も読んでます。そうした中で皆さん2月9日でした。 トランプさんに非常に近いと言われているアメリカのタッカー・カールソンさんというジャーナリストがいます。この戦争が始まって2年、プーチン大統領は欧米のいかなるメディアのインタビューにも応じてきませんでした。このトランプさんと非常に近いカールソンさんのインタビューを受けるというニュースが 直前に入ってきて、やっぱりそういうことかと。プーチン大統領はトランプさんとつながってるんだ。だからトランプさんに非常に近いカールソンさんのインタビューを受けるんだと思って、私もインタビューを見てました。もう2時間のインタビューです。私、正直言って途中で眠ってしまいました。つまらなくて。 どこがつまらなかったかというと、最初にプーチン大統領、ロシアの歴史を始ま、語り始めたんです。ノルマン人たちが、バイキングが北から攻めてきた。そこからずーっとロシアの歴史を語り始めた。なんだろう、このインタビューは。そして、プーチンが、インタビューが始まって、 5、6分経った時に、こんな一言を発しました。面白くないだろうって、ジャーナリストに言ったんです。ジャーナリストびっくりして、いやいやいや、興味深い話を聞いてますと言って、またプーチンが歴史をずっと語り始めた。要するに、プーチンが言いたかったのは、ウクライナ人と ロシア人はもともと同じスラブ民族ですよっていうところを言いたかったこのインタビューが終わった数日後ですロシアのプーチン政権のキ記者と言われているジャーナリストがプーチンにこんな質問をしましたアメリカのジャーナリストのカールソンさんと インタビューしてましたね。インタビュー受けてましたね。感想はどうですか聞いたら、つまらなかった。本当に意味のないインタビューだった。もっともっと自分に対して鋭い批判をしてくると思った。それに対して自分はきちんと答えようと準備もしていたと。表子抜けしてしまったと。 言ったんですね。そして、このロシアの番記者の男性は、プーチンにこんな質問しました。ズバリアメリカの大統領選挙、あなたはバイデンさん、トランプさんの、どっちを支持しますかって聞いたんです。プーチン一言答えました。バイデン。 と答えたんですねその理由は、バイデンは政治経験豊かで、変な、突拍子ものない行動をしない。トランプさんは、むしろ信用できない。バイデンさんの方が信用できるかのような発言でもって、バイデン支持を表明したんですね。 で、これでもって、えー、このクソ野郎って怒ったのが、実はバイデンさんなんですよ。なんてかって。それはバイデンさんからすれば、いい迷惑です。あの戦争犯罪人で、国際的に指名手配されている、このプーチンから、自分を支持するなんて言われたもんですから、もう、ここに至っては、 もう、もらい事故。選挙妨害なんですね。ですから、実は、プーチンの本音からすれば、当然トランプさんになってもらいたい。だけども、トランプさんを支持するって言っちゃえば、トランプさんのへの支持が急落するかもしれない。つまり、 トランプさんに有利なような選挙展開を望んで、実はわざとバイデン支持を表明したっていうことなんです。じゃあなんでバイデンさんを陥れるような発言をし、なんでトランプさんを次期大統領になるのが望ましいと思ってるのか。実は戦争が始まって2年。 ロシア経済も大変な中で一つの落としどころをプーチンは狙ってんですね。それは何かというとアメリカの大統領に今年末トランプさんが当選する、させることで今ウクライナとの戦争が膠着状態。まあロシアが有利。 ウクライナが有利とかいろんなことを言われてるけども、ま、あ膠着状態であることは間違いない。そうした中で、この戦争、プーチンもいつまでも続けることができない。たとえ、ウクライナ、今18%、ウクライナの領土の18%をロシア軍が軍事支配してますけども、ここを併合したとしても、とてもとてもロシアの国家予算でもって復興できない。 なぜかというと、このウクライナのこの18%、軍事支配している、占拠している 18%, 18の領土を復興していくためには、日本円で約150兆円必要だと言われています。これはロシアの国家予算の40兆円規模ですから、もう4倍にもへの負担が必要となるとてもとてもロシアでは復興できない地雷もたくさん 自分たちでばらまいてしまった。どこに地雷があるかわからない。ということで、プーチン大統領の思惑としては、この戦争でウクライナ領土の一部でさえ、もう併合しても意味がない。だから、本当の本音の部分としては、まあ、国内でこの反戦機運と高まってますんで、どっかの時点でこのロシア軍を撤退させたい。 だけども、撤退させたいけども、その見返りが欲しいわけですね。欧米から、ウクライナから。そこで、トランプさんが必要っていうふうに思ってるんです。トランプさんに対して、トランプさんが大統領になったら、彼と外交交渉をして、このウクライナ、当初2年前にプーチンが唱えた、あのウクライナ東部にネオナチがいる。 ここを解放しなくちゃいけないという名目で軍事侵攻した。もう非ネオナチカがという任務を終了したからロシア軍を引き上げる。その代わりにトランプさんに対して経済制裁を解除してくれと。一部でもできたら全面解除をアメリカのがまず 経済制裁を解除してほしい。そこのディール、そこの取引をこのトランプさんとやりたいと。そして、それができるように、実はプーチンはこの戦略を練ってて、この大統領選挙に向けて、アメリカの大統領選挙に向けて、トランプさんが有利な 情勢というものを、状況というものを作っていく。もう実は情報戦が始まってて、プーチンの思惑としては、ぜひトランプさんに大統領になってもらって、ウクライナから軍を撤退させる。その代わりにアメリカからの経済制裁を全面解除を迫っていくと。こういったところに実は今のプーチン大統領の思惑が あるんだと私は思っています